はい、皆さんこんにちは、高井です。本日は2023年7月13日です。今回も HKT48 劇場まで向かっています。この日をもってして、リットチャーミーティング公演は終了となります。早速ですが、簡単にリットチャーミーティング公演の歴史について最後に振り返りたいと思います。HKT48 の公式ユニットであるリットチャームは、本村葵ちゃんが考案し、誕生しました。劇場公演は2020年1月12日からスタートしています。またその初日公演の前には2019年10月27日に開催された HKT48 九州7県ツアー、あの支配人からの卒業、ツアーファイナルで蜂の巣ダンスなど2曲を披露しています。当時のメンバーは今田美奈ちゃんや今村まりあちゃん、上野遥香ちゃん、熊沢セリナちゃん、坂口莉子ちゃん、下野由紀ちゃん、竹本くるみちゃん、松岡花ちゃん、本村葵ちゃんの9人で、いずれもダンスレッスンではハイクラスと言われているダンス上級者ばかりのメンバーです。その後みなぞうやはるたん、リーヌなどのメンバーが卒業していき、その度にメンバーが入れ替わりました。2020年3月21日には地頭絵ねねちゃんが、2020年10月16日に江口ココハちゃんと福井カレンちゃんが新たにリトチャームに加入しました。2022年12月にリコちゃんとシナモンの2人が卒業したことで、メンバーが9人から7人と減り、約7ヶ月間の間公演はありませんでした。その後2023年5月22日にユニット曲を変更して7人だけで公演が再開されました。しかし前年11月26日の HKT48 のコンサートにて、本村葵ちゃんが卒業発表をして、その卒業に伴い23年の6月17日に行われたリットチャーミーティング公演でリットチャームの解散が発表されました。そして本日7月13日にリトチャーミーティング公演は最後の公演となります。正直なことを言うと、今村マリアちゃんあたりが葵ちゃんの意思を引き継いで公演を続けてくれるのかなと個人的には少し期待をしていたのですが、残念ながら本日の公演をもってしてリトチャーミーティング公演は終了です。しかしこの公演の考案者である本村葵ちゃんの卒業のタイミングでこの公演を終了させるのは最も後味の良い終わり方だと思います。この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録とコメントと高評価お願いいたします。イエーイ。それでは簡単にリットチャームの歴史について説明したところで、劇場がある場所までやってきました。この場所で HKT48 の劇場公演が行われます。再度復活するかどうかは正直わかりませんが、最後の公演に当選することができてよかったです。また本日の僕の座席番号ですが、なんと17番でした。相変わらず僕は要所要所大事なイベントの座席番号には非常に恵まれています。ほぼ最前列に近い場所で公演を楽しむことができそうです。リットチャーミーティング公演が終了しました。現在時刻ちょうど21時です。奇跡の VTR があったり、メンバー一人一人が最後の思いを語ったりなど、そのような時間があったので、通常よりも遅い時間帯に終了しました。リットチャーミーティング公演はこれでとりあえず終了ということで、今回はリットチャームのメンバー一人一人について少し長めに話をしたいと思います。それでは、はじめにキャプテンの本村葵ちゃんについて話をしようと思います。HKT48 の一期生として、初めからグループを作り上げてきたメンバーです。2011年にアイドル活動をスタートし、今まで約12年間 HKT48 のメンバーとして活動してきました。葵ちゃんの卒業をもって HKT48 の1期生は全員いなくなります。しかしここまで長く1期生が残り続けたグループは他にはありません。それができたのは様々な理由があるのかもしれませんが、一つの大きな理由としてグループのメンバーが非常に仲が良かったからかもしれません。初期の頃に AKB48 の総合プロデューサーである秋元康さんから、 HKT48 というグループは
メンバー同士の仲の良さで売れと言われていたみたいです。当時のメンバーは非常に恥ずかしかったみたいですが、今思えば一番大事なことではないかなと思います。そのメンバー同士の仲の良さがあったからこそ1期生が12年間も残り続けたのではないかと思います。その仲の良いグループを何年にもわたって守り続けてきたのは1期生、特に最後まで残った葵ちゃんだと僕は思っています。そんな葵ちゃんも2023年7月17日の卒業コンサート、そしてその次の週の卒業公演にて卒業をします。卒業コンサートには僕も参加しますので、その時の動画は後日投稿するので、そちらもぜひご覧ください。また卒業公演は僕は参加しません。本当に葵ちゃんのことを昔からずっと推してきたファンの方が参加するべきだと思うので、僕はあえて卒業公演には応募しませんでした。しかし少しでも近い距離で卒業公演に参加したい思いは正直僕にもあります。なので当日はロビー内で卒業公演を見たいと思います。卒業記念動画も後日投稿するので、そちらも見てくださればとても嬉しいです。二人目は竹本くるみちゃんです。リットチャーム結成時のメンバーの中ではダントツで後輩メンバーでした。自分よりも圧倒的に先輩メンバーしかいない状況の中で、先輩メンバーにはない若々しさでメンバーやファンの皆さんを楽しませてくれました。そんなくるたんも今年度に高校を卒業し大学に進学しているみたいです。非常に忙しいとは思いますけど、これから先もダンスパフォーマンスと可愛らしいルックスでグループを盛り上げてくれたら嬉しいです。3人目は今村マリアちゃんです。ドラフト2期生として2015年に HKT48 に加入しました。当時はまだ128センチぐらいしかなかったと思います。他のメンバーと比較して明らかに背が低く目立っていました。あれから8年も経ったと思うと、かなり長い年月が経ってしまったのかなと思います。しかしマリアはまだ19歳です。意外とまだ若いんだなということに気づきました。アイドル歴としては8年もありますが、5期生に負けないぐらいの若々しさがあると思います。最近は卒業メンバーが増えてアイドルとしての経験が長くて、なおかつ若いメンバーが数多く卒業していきました。そのような中でマリアちゃんのような存在は非常に貴重な存在だと思います。同じく同期の松岡花ちゃんとともに、今までと同じくファンの皆さんを楽しませてほしいです。そして4人目は松岡花ちゃんです。花ちゃんはマリア同様ドラフト2期生として2015年に HKT48 に加入しました。2016年に74億分の1の君へが発売され、その選抜メンバーに選ばれました。さらにその次の新曲である最高かよでは単独センターに抜擢されました。その後もキスは待つしかないのでしょうかのセンターに抜擢されました。指原莉乃さんの卒業シングルである意思ではミクリンと共にフロントで新名のポジションを務めました。その後も続けて選抜メンバーに入り、今では選抜回数、そして連続で選抜に入った回数ともに HKT48 中でもトップクラスのメンバーとなっています。チーム公演では元チーム T2 のエースとして、現在はチーム K4 のキャプテンとして活躍しています。実は花ちゃんはグループのエース、センター、キャプテン、これら3つ全てを務めた経験があります。 HKT48 には過去に多くのセンターやエースメンバー、キャプテンなどがいましたが、これら3つを全て経験したことがあるのは花ちゃんだけです。全て経験のある花ちゃんだからこそできることは数多くあるのではないかと思います。最近は卒業メンバーが増えて、ファンの方もメンバーも少し不安なところもあるのかもしれませんけど、個人の意見としては花ちゃんさえいればどうにかなるのかなと思っています。昔と変わらない満面の笑みでファンを楽しませてくれることはもちろん、キャプテンとしてグループを引っ張ってくれると思います。
そして5人目は地頭絵ねねちゃんです。冒頭にも話をしたように2022年3月21日に新しくリットチャームに加入しました。本日の公演で2019年のリットチャーム結成のタイミングでメンバーに選ばれなかったことが少し悔しかったという話をしていました。もともとねねちゃんはダンスは未経験だったみたいで、初期の頃からずっと学校を終えてレッスン場に通う毎日を送っていたみたいです。それだけ真面目にダンスに取り組んでいたねねちゃんだからこそ、リットチャームが結成された時に少し悔しい思いが出てきたのではないかと思います。しかし2022年の3月21日にハルタンと同じポジションでリットチャームに加入することが決まりました。初期の頃は選抜メンバーに選ばれたり選ばれなかったりしていましたが、ここ3年間で選抜常連メンバーとしてのポジションが確立してきました。また最近のライブではセンターポジションを務めることも増えました。次のシングルのセンターはねねちゃんになってもおかしくはないぐらいレベルアップをしたメンバーだと思います。コツコツと努力を積み重ねてきたことによって、少しずつではありますが昔悔しい思いをしたことを最近になって達成することができているのではないかと思います。そして最後は6期生の2人、福井カレンちゃんと江口ココハちゃんです。この2人は2022年10月16日にリットチャームに加わりました。まだ入って1年と少ししか経っていないメンバーですが、素晴らしいダンスパフォーマンスで若々しさを見せてくれました。かなり将来が期待されるメンバーのうちの2人だと思うので、僕もファンの一人として末永く見届けていこうかなと思います。それではメンバー一人一人についての話はこれで終わります。また今回は最後のリットチャーミーティング公演ということで、奇跡の VTR、 そしてメンバー一人一人の思いを語るコーナーがありました。チーム公演の千秋楽同様、メンバーの心の中に秘めた率直な思いを直接現場で聞くことができてよかったです。また本日はスタンディングでの観戦もすることができました。リットチャームはなくなってしまいますが、最後の公演を現場で見届けることができてよかったです。ご視聴いただきありがとうございました。